はい、29日は大池バージョンでいよいよ東京大賞典です。今日は予想検討会特別版としてサンケイスポーツが誇る地方競馬担当記者2人に集まってもらいました。菊池です。かけみです。よろしくお願いします。頑張ります。まあ大賞典、はい、まあいよいよ来ましたけど、はい、まあ結局いいメンバー揃いましたね。ダート界の一戦級というか、はい、まあ結局オメガかゴールドかという感じになりますけど、うちらはちょっと、はい、変えてみたいと思いますね。はい、じゃあ僕からでよろしいですか。はい、じゃあお願いします。じゃあ僕からちょっと狙いたいものは僕はケイティブレイブ。まあ、結局内枠を引いたというのはプラスですし、まあ、この馬は今回ちょっと 短期でいけそうな、短期で逃げれそうな枠を引いたので、ちょっといいなと思ってちょっと本命してもらいました。で、あと鞍上に、まあ、大井のコースを一番知っている三河本ジョッキーというのはやっぱ絶妙なペースを作ると思うので、下手したらゴールとオメガの差しは届かないんじゃないかと思って本命しました。大丈夫ですか。じゃあ簡単にさんどうぞ。はい、自分は1番アポロテネシーが本命ですね。これ前走の名古屋グランプリ初めての地方の馬場で5着に負けたんですけど、2500m 戦だったんですけど、かなり出入りの激しいレースで、まあ、ペースが一見スローに見えるんですけどあまり落ちてないというか、だからそれで5着に垂れたっていうのはまあ仕方のない、でその先行馬にとって、まあ、絶好の一番枠を引いた。で、鞍上はこの秋大活躍の武豊騎手、これ人気してないんだったら狙ってみてもいいんじゃないかと。結局豊さんが逃げちゃうと、はい、こっちはちょっと厳しくなっちゃう。そうそう、三単といっちゃえばもう止まらないかなっていう。結局今回祭の大井の馬場は前残りなんで、ちょっとこの2頭は俺僕らは注目してるって感じですね。注目してますね。はい、まあ一番気になる、地方担当として気になるのはモジアナですかね。そうですね、モジアナなんですけど、はい、うん、この状態は前回よりは上がってるんで、いいと思うんですけど、やっぱり1戦級が相手になると、ちょっと 2000m はきついかなと思ってちょっと、そうですね、評価を下げちゃったんですけど、ただ5枠5番に入ったんで、これはすっとうちに潜り込めれば、下手したら 2,3 着はあるんじゃないかと僕は思ってますね。前走みたいな競馬できれば強かったですもんね。そう、もう自分から動いてそうです、ね、力でねじ伏せたって感じなので、地方馬相手でも下手したらやれる可能性があると思います。まあ前走じゃない、2走前の南部杯でもゴールドドリームとは0コマでそんなに差はなかったので、まあ、下手したら下手するかもしれないですね。地方、久しぶりの地方が優勝もあり得るかもしれないですね。楽しみですね。穴っぽいところは。どうですかね。まあ、中央馬で言ったらロードグラスとかやっぱ右回りの方が良さそうなので、まあ、下手したら3着以内に絡んでくれればちょっと跳ね上がるかなと思いますね。鞍上どうですか、川田騎手。まあ、川田騎手は力で押すと思うので、まあ、そこは鞍上次第と。鞍上次第。解明の方にいいですか。解明の方に、はい、じゃあ僕からいきます。じゃあ僕はもうケイティブレイブからもう上位オメガとゴールドドリームを厚めに買って、あとは下にちょっと軽めに流すと、まああとこれの3連単もちょっと買いたいなと思ってますね。自分はそのアポロテネシーでやっぱその上位2頭って外せないじゃないですか。この2点とワイド、ワイドでコスク狙っていこうかなと思っております。そんな感じなんで、そんな感じで、はい。